はい、こんにちは。久しぶりに、YouTube をアップロードします。まあね、最近ちょっとポッドキャストの方も、アップしてなかった理由が、実は風邪ひいちゃってね、喉、声があまり出なかったんですよ。出ないっていうよりも、咳込んじゃうんですよ。1分ぐらいしたら、ごほごほやってしまうという、そんな状況でしたので、ちょっとポッドキャストもお休みしてました。まあ、そんな中でね、私最近やってるっていうのが、まあ、去年の12月からちょっとで、ある企業さんと出会って、そこのヘルプしてるんですよ。出口戦略というものを。まあ、これね、後でまた違うところでご説明と、まあ、ビデオで作りたいと思ってますが、うん、クアンタリオンという会社で、東京理科大学の、スピンオフの、技術系の会社なんですよ。IC チップを使って、真の卵巣を作っているということ。まあ、これはちょっとまた別の時にお話します。今日お話したいのは、まあ、その IC チップも含めてなんですけれど、実は最近流行ってるっていうのが、まあ、昔からある、車のキーレスエントリーに対するアタック。つまり、車を、盗んじゃうっていうことですよね。この電波の発信具合で、リレー方式で。で、まあね、こんなの、まあ、よいしょ、あら、出ない。で、もうこんなのですよね、本当に。まあ、私の、こう、プリウスなんかもそうなんですけれど、これ、本当に車盗まれるんですよ。海外で。で、テスラがなんかもう、標的になってるみたいで、テスラ君はもうすごいみたいですね。もう結局、ああいうのっていうのは IT の塊なので、脆弱性っていっぱいあるわけですよ。で今日とか昨日か、たまたま発見したのがキーレスエントリーのこのハッキングツールっていうのが、ワードプレスで流れてたんですよ。まあツールっていうよりも、これはこういうものがドングルがあって作れるんだよっていう紹介だけだったんですけれど、基本的になんでこうなるかって言ったら、車って常に電波発信してるんですよ。で、その電波を、このキーと一緒にどっかがこう微弱な電波が流れてるので、これを中継機を置いてパソコンで中継してしまうんですよ。それによってハイジャックできるわけです。そもそもこの電波をどう防ぐかというのは、実はですね、私、こういうお茶の缶、ここに入れてたらもう電波遮断してます。皆さんあると思います、日本人なら。ね。本当に簡単な、遮断方法。なんかいちいちそういう高い遮断法の遮断できるビニール買うとか、そんなことやんなくてもいいんですよ。家に帰ってきたら、車乗り終わったら、こう突っ込んで、蓋すればいいだけなんですね。まあ、そこでですね、私今日ちょっと、今、先ほど話したクアンタリオンの、チップの話ですけど、これ、真の卵巣を作っているということなので、これ、やり取りすることだけで、コールフィードバックだけなんですよ。これで、卵巣が送る卵巣返ってこなければ、もうここで、ブーってやって、シャットアウトすればいいだけなんです。まあ、これの説明はまた別の、ビデオで説明いたしますけど、今日はそんなことのご紹介でした。まあね、executing a vehicle keyless entry attack hack day って書いてあったんです。まあ、こんなところの、まあ、これも、後で貼り付けますけれど、で、キーレスエントリーの問題というのは、家帰ったら、鍵を、こういうのに入れて。以上です。ありがとうございました。